こんにちは、ゆうです。バズダのおさんです。はい、今日誕生日の方、おめでとうございます。ハッピーバースデートゥーユー。はい、僕ですね、ゆうやったら。僕は全然今日誕生日じゃないです。はい。愛嬌無課金サバカ芝居のあるやっていきたいと思います。はい、今日はね、やっていくのはですね、タイトルとサムネ見てもらったらわかりますように。はい。チェーンソーマンクラブ大型が、盛大に噛み上がったこいつ。チェーンソーマンクラブスーパーゴトフェス前半をね、あと残り撮影日時点18時間なんですよ。はい。僕はね、どちらかというとね、ガチャドラも、まあ、欲しい気はあるんですけど、カノクロネちょっと欲しいんですよね。はい。カノクロネがちょっと欲しくて、で、あわよくばチェーンソーマンをすり抜けた場合のカノクロネを若干うっすらね、狙って、はい。あ、じゃあ、部長センサー的に、じゃあ、カノクロネ、カノ&クロネ狙います。それで、チェーンソーマンコラボガチャが、バンバン出るという法則の前向きなプラス思考で、それでは、ガチャ、いってらっしゃい。はい、それでは、無料配布分103個となっておりますね。はい、10回は引ける。でも、これ全部使いたくないんですよね。実は僕、龍明もマジで欲しくて、まあまあまあ、でもそれまでちょっと期間あるんかな。これ、式神使いもパート1ですよもんね。はい。それではね、はい。ちょっと、頑張って気合入れて引いていきましょう。一回ずつね、ちょっと、いつでも式神に変えれるように。はい。狙いは、よし。いやいやいや。マジで。悪魔は、引かねえとなぁ。はい。え、ちょっと待って、岸辺さんやったっけ、この人。荒井宏和さんでしたね。ごめんなさい、全然違いますね。はい。七コンボお化けですね。あのね、あ、そうそう、早川愛さんでしたっけ。ごめんなさい、ちょっと待って、名前忘れた。早川明さんです。はい。ごめんなさい。もう欲しいです。はい。コン。欲しいですね。かっこいいんで、声が。よしよしよし。よし、カチンと。ダウッシャ、これは、カノクロネ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 、早口言葉みたいでもう言えへんけど。ヨグソトース。え？未所持やったヨグソトース。あ、マジか。ありがとう。ヨグソトース。で、なんか卒業式みたいになってますけど。よし、もう一回行きましょうか。よっしゃい。悪魔は、ちょっと待って、レイランバードはちょっと結構間に合ってるんよな。いやー、マジか。あと6回っすね。レイランバードはちょっと間に合ってるから、悪魔は、引かねえとな。頼むわ、ほんま。いや、荒井宏和さんしか出えへんやん。え？荒井宏和さんの声聞いたことないんよね。ほっぺのキスは俺がもらう。ほっぺでええんか？よし。いや、僕はしないですけどな、荒井宏和さんに。よし。はい。さっ。よしか！悪魔！いいよ。殺すのは悪魔だけだ。若干魔法石もやられてるんですけど、僕コン。よし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 。なんかこれいいらしいですね。3体いたらいいらしいですね。いいさしですねって言ってもらった。よし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 。じゃあと4回ですね。はい。あと4回でコン。コン。いや、じゃあ、あの子、なんか昨日フェスゲン、なんとか、おっしゃ！悪魔は、またこれ出たし踏んで。いやーマジか、マキマさん嬉しいな。あ、そっか、これ C 品買ったらね。マキマさん出てくれる法則でしたもんね。いや、マキマさんの武器強いんよね、普通に。耐性もあるし。よし。
あと3回ですね、ラスト3ですね、はい。野球で言うとね、はい、阪神タイガースですよ。あと3回というと、ラッキーセブンで、ジェット風船がね、ちょっと前まで飛んでましたね。プップルップ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 って言ってね、よっしゃ、来た。頼むわー。何が起こったかわからなかった今ちょっと一瞬てか未承知やったなありがとう。はじめまして、学生アクメンスさん。まあ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 、あと2回ありますからね。2回ありましゅからねって思った。まだ2回ありますから、はい。よし、悪魔は引かねえとなの法則で。いや、あ、あ、ちょっと、欲しかった。欲しかったんすよ。小紅さん欲しかったんすよね、僕。ダメだ。灰になっちゃってる。今の言葉、ちょっと僕にぶっ刺さったんやけど。小紅さんね、ちょっと僕、多色が好きなんと、あと、光のバランスの木枠がね、今ちょっとね、使えるのがアテナぐらいしかいなかったんで、試練進化の。で、テープ体制も元から積んでるということで、ね、76になるということで、はいはい。ありですね。ありよりのだいぶありですね。よし。それでは、ラスト1でございます。ラスト1章といえば、はい。今、すみっこ暮らしではね、猫なんですよね。僕、とてもラスト1までは引けへんかった。それでは、悪魔を引きに、行こう!はい!よっしゃ、来た!あーさ、頼むわ、もうサメ肌マン、サメの魔人やった。サメ肌マンで毎回確定エース出んのどうなん。それでは結果見ていきましょう。はい、こんな感じですね。はい、学生、頂点先生です。荒井広和さん、ヨグソトース、で、頂点精霊団、荒井広和さん、コン、マキマ様、格差アクメンス、早川紅さん、やったっけ、あとサメ肌マンですね。はい。チェンソーマンクラブが、10回引いて、1、2、3、4、5、半分、6か。一応、あれか、50-50 じゃないね。ハーフ&ハーフじゃないんやね。よっしゃよっしゃ。まあ。僕ね、ループできるキャラがね、ほんまにね、早川あきさんとかめちゃくちゃ欲しいんで、はい。ちょっとクエスト14、ちょっとこれで、ちょっと改良して、もう一回挑もうか。よし。それでは皆様、こんな感じで、今回の動画をお開きにしたいと思います。見てくださった皆さん、ありがとうございました。はい。皆さんもお疲れ様でございました。そんなにね、お時間いただいてないと思うんですけど、はい。最後に見てくださって、本当にありがとうございます。よろしければね、概要欄にある、X と、TikTok のアカウントもフォローしてくださると嬉しいです。結構ライブ配信してるんで、はい。そこにぜひぜひ遊びに来てくださると嬉しいございます。はい、そうだ、今回はこれにてお開きでございます。お相手は私ゆうでございました。バイバイ。